朝日新聞社は、安倍晋三元総理にインタビューした雑誌、週刊ダイヤモンドの編集部に、公表前の記事を見せるよう要求したとして、峯村健司編集委員を、停職1ヶ月の懲戒処分にすると発表しました。朝日新聞社によりますと、ダイヤモンドの編集部は、3月9日に外交や安全保障について、安倍氏に取材しました。 その翌日、峯村氏が取材を担当した副編集長に電話で、安倍元総理がインタビューの中身を心配されている、私がすべての顧問を引き受けているなどと話し、ゴーサインは私が決める、ゲラを見せてくださいと、公開前の紙面を見せるよう要求したということです。ダイヤモンド編集部はこの要求を拒否し、編集権の侵害に相当すると、朝日新聞社に抗議しました。 峰村氏は朝日新聞社の調査に対し副編集長が知人だったことから個人的にアドバイスしたゲラは安倍氏の事務所に送るよう言ったなどと説明しているということです朝日新聞社は政治家と一体化してメディアに圧力をかけたと受け止められても仕方がなく極めて不適切な行為報道倫理の指導を徹底するとしています